こんばんは。こんばんは。あ、ユミカさんどうも。いつもお世話になります。いつもお世話になってます。ありがとうございます。こちらこそ。YouTube でも放送しますので、そちらが気になると思いますが、はい。あの今日はあのライブ放送に、ね、来ていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。今後もですね、こういう機会を設けたいと思いますので、はい。都合の許す限りまたお付き合いいただければ、はい、ありがとうございます。じゃあこれ YouTube でも今ライブで流れてんですか？あ、いえいえ、これはね、録画したのを明日アップロードして、はい、まあ私の運営しているコミュニティの中に、まあ発信していこうかなと思うんですね。はい。まあ私と由美子さんの関係で始まったんで、きっと、私のコミュニティの方、ユミコさんね、そんなにたくさんはご存知じゃないかもしれませんけども、これを機会に、健康とね、あとお酒のこと、それから若さのこと、音のこと、はい。こういうものをね、広めていければなと思ってますんで、本当に今回は貴重な機会になるなと思っております。はい。ありがとうございます。やっぱこう、体を鍛えようとかね、若返ろうとか、筋力つけようとか、まあ、40代、50代になってくると、どうしても健康が気になるんですけども、私のコミュニティの中には、その、マッチョクラブって言ってね、もう体を鍛えて、筋肉ムキムキになってね、で、ウエストを絞って、みたいなのはあるんですよ。ただやっぱりそうは言っても、年齢と、まあ、なんつうか、やる気と、いろんな問題があって、まあ、筋トレって時間もかかるし、負荷も大きいんで、ちょっとなかなかなって方がいるのも、私はずっとね、認識したんですよね。いわゆる根性をガッと出していける人ならいいんですけども、なかなかそういう、環境がなかったりとかね、家族との関係があったりとか、あ、なんか気合の声出してやかましいみたいなのもあったりもするかもしれませんですね。で今回ね、まあ、私が勝手に考えていたのは、で共感したのはね、あの音っていうやつなんですよね。音差使われてるじゃないですか。でおそらく今日いろいろ細かいことを教えていただけると思いますんで、はい、音にはあまり申し上げませんけども、人間の体が水でできている。そうなんだ。波動によってね、波によって、私たちはすごく影響を受けたりとか、綺麗な言葉とか、汚い言葉とかでも、すごい肉体中、影響を受けちゃうのかなとかね。うん。だからそういうことが今日は聞けるんではなかろうかと。なんかちょっと一種不思議な感覚もあるんですけども。はい。まあでもですね、今日、まあ、由美子さんが、いろんなご経験とか、お知恵とかね、お持ちだと思いますので、あ、なんか急にみんな来てくださいましたね。皆さんこんばんは。こんばんは。由美子さんね、すごいですね。お美しいというかね。いやいや、すごいですね。今日は皆さんね、健康と若さについて興味ありますよね。ぜひね、今日男性が多いと思いますけども、私のコミュニティなんでね。だけど、いくつになっても、男の子が、こう、元気で、スリムで、かっこよければ、女の人も喜ぶということで。はい。今日は由美子先生にいろいろ聞いちゃいましょう。よろしくお願いします。ではね、あと2分ほどですけども、今日、由美子さん、コンディションはどんな感じですか？あ、バッチリです。バッチリですか？今日はケトルベルいっぱいやったんです。おお、夜間ベル。ケトルベルスイング。これを。ああ。これを、これめっちゃ良くて、はい、20秒やって、はい、10秒インターバルっていうのを、6セットとかやるとヒートになるんですよ。あ、ヒートになるんですか、それで。はい。なんか楽しそうじゃないですかね、遠心力。楽しいんです。それで全身鍛えられるから。え、本当ですか？はい。知らなかった、僕、そのね、夜間ですか、結構侮ってたんですよね。はい。はい、いや、めっちゃいいですよ。何キロ使われてるんです？ 8 キロです。ああ、まあ割と重いような感じがしますけども。あ、でも、ブラブラ振るんだったらいいですね。そうなんです。でも男性だったらもっと重くないとダメなんですよね。あ、そうかもしれないですね。はい、じゃあちょっとそれもどっかで。使い方しかしてないです。はい。なんかターキッシュゲラップっていうのが有名みたいで。はい。これなんかアメリカ人の友達にケトルベルはターキッシュゲラップが最高だから調べてみてって言われて調べたら、はい、
めちゃめちゃ複雑で、とてもできないです。え、でも、久保さんできるかも。やってみます。はい。何でもトライします。なんかこう、カンフーとかやられてるんだったらできるかも。はい。やっていきますよ。もうなんかね、はい、もっともっと若返りたいですからね。はい。皆さんこんばんは。こんばんは。21時になりましたので、じゃあここからね、YouTube をご覧の皆さんも、まあ YouTube は今上がってませんけども、後ほど上げますんで、はい、その方は、あ、ここから始まったんだなと思ってください。今日はゲストに、由美子さんをお迎えしてですね、健康、若さ、そして、なんとも不思議なね、音との関係、音と私たちの関係、これについてちょっといろいろと教えていただこうかと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、時間も限られてますので、早速、由美子さんに、順番にいろいろとご質問させていただこうかと思いますけども、はい、まず、今日ご参加いただいた方の中で、由美子さんをご存じない方もいると思いますので、自己紹介をね、いただきたいんですけども、まあ、お名前ですとかね、まあ、特定できない範囲でのお住まいの地区、例えば関東とか九州ですよ、みたいな感じでもいいと思いますし、差し支えなかったら都道府県でもいいんですけども、そのあたりと、あと、好きな何々ですね。まあ、好きな言葉とか、好きなお食事とかね、好きな男性のタイプとか、これはね、ご自身で決めていただいていいと思います。好きな本でもいいかもしれないですね。それから普段されていたことなどを混ぜながら、自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。はい。由美子です。こんばんは。はじめまして。私は久保さんと同い年なんです。はい。で、都内に住んでいます。そしてヨガとか姿勢矯正とか、音のヒーリングとか、こんなのを使った施術とかも行っています。よろしくお願いします。あ、好きな言葉とかですね。執着をしないっていうのをすごい目指していて、執着をしないのと、中庸であるっていうのをいつも行うように心がけています。よろしくお願いします。はい。今、中庸というキーワード出ましたけども、要するに、極端に偏らずに、いつも真ん中に揺れない自分を持っていくってことで理解してよろしいですかね。いつも瞑想状態って感じなんですけど。ああ、なるほどね。はい。じゃあ今も瞑想状態で。なるべくそれを目指してるんですけど。あとなんかこれを持ってるだけでアルファ波になるんです。あ、そうそう。今ね、聞こうと思ったんですけど、それはどんな器具なんですか？これは体の生体電流を整えてくれて、で、生体電流が流れてるじゃないですか。はい。それが、電子機器によっておかしくなっていて、はい。それによっても自律神経が乱れたりとか不調が起きてくるんですけど、特になんかこういうズームとかやってるとすごいんですよ。うんうん、で、これを持ちながらだとそれが防げるので、もう絶対持ってやるようにしてるんですけど。あ、なるほど。ということは、こういうふうなスマートフォンのような電波を発するもの、受けるものとか、あとそうですね、強烈な電磁波が出るものといえば、電磁調理器とか、それから電柱のそばもそうかもしれませんけども、そういったものの影響を受けやすいから、それで、まあ、中和してるって感じですかね。はい。でも、ボードも持ってるんです。はい。こういうアーシングボードっていうのがあって、それに足を乗っけたりとかもしてるんですけど、はい。はい、これは美顔器みたいにも使えるんです。はいはいはい。全身に使えます。サビを取ってくれるので、これ自身がもう若返りに効くんですけど。はあはあ、以前、音叉で髪をこうね、はい、口のに解いてらっしゃいましたけども、あれと似たような効果を求められるんです？いや、これの方がすごいです。あ、すごいんですか？これ16万円するんです。そんなにするんですか？そんな、すごいですね。16万円もして、今日はそれをなんと、もう一個プレゼントみたいな感じは、それは冗談ですけどね。通販番組じゃございませんので。まあ、これは、病気を治すレベルのもので、はい。まあ、パーキンソン病の人とか、パーキンソン症候群の方にやったことがあるんですけれど、はい。一回やっただけで背骨がかなり伸びるんですよね。ああ、はいはいはい。そんな感じで、病気の方にも使えます。あ、なるほど。じゃあ、こう、なんですかね。由美子さんとお話してると、そういった不思議な器具の紹介をしていただいて、興味がある人はちょっと挑戦してみるみたいな感じですかね。はい。いや、でもね、本当世の中にいろんなものがありますから、あ、もちろん個人差があるんで、はい、みんなに聞きますよ、みたいなのはなかなかないですけども、
由美子さんは今使われているものとかがすごく良かったんで、それ良ければ進めたくなりますもんね。はい。はい。これもおいおいね、皆さん細かく聞いていこうと思いますけども、今日時間があったらね、もっともっと細かく掘り込んでいこうと思いますけども、由美子さんは YouTube 活動をね、今されてると思うんですよね。皆さんも YouTube 活動見る方なり、発信する方なりね、今日来てくださってる方、されてると思いますけども、YouTube のライブもされてるんですかね。はい。昨日。はい。昨日も。はい。大体毎日されてますよね。はい。ライブは金曜の夜と日曜の3時からやることにしていて。はい。で、動画の配信、発信は毎日やってるんですけど。ああ。そうですね。その YouTube との出会いっていうか、YouTube やってみようかなっていうきっかけっていうのはどんなところがあったんです？YouTube は登録だけしていて。はい。なんかポツポツと出していただけだったんですけど。うんうん。それで、去年は、はい、動画付きのプログラムっていうのを売っていたので、それ用の限定公開ので作ったのを載せていて、でも、久保さんの YouTube 講座を見て、え、そうなの？何でもいいから毎日出したらいいのと思ったら、100人にすぐなったんですよ。それで、あ、じゃあもうちょっと本気でやったらいいのかなと思って、で、はい、今に至るんですけど。あ、そうですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今はね、続々と増えて300数十人とか400人とかあの辺になってますけども、はい、なんかその私もね、自分の YouTube のログインすると必ず由美子さんが出るようになって、もう1ヶ月以上経ちますよ。だからやっぱ活動に比例して頑張る人っていうかね、切れ目なく YouTube を使っている人に対しては、YouTube もひいきしてくれるようなアルゴリズムがあるんで、多分それが結構効果的に出てるのかなっていうところはあるんですけども、うん、これからもね、YouTube って、まあ、由美子さんが提供したいテーマとかあるんですけども、そうじゃないものもね、割とたくさんの方からの支持を得ることもできますし、それからね、やっぱりね、この情報発信の価値って受け取る人がその時の気分で決めるんで、そんなに決めなくてもいいのかなと私は思ってるんですよ。で、まあ収益化を目指す方が多いんで、一つのね、目標として、申し上げておきますけど、私1万本動画アップロードした時に計算すると大体1億円できてたんですよ。もちろん広告収入以外のコンテンツ販売もあるんですけども、そう考えると、まあ、アップロード本数に比例して、自由な時間と、金銭が獲得できるっていうのは、まあ他の方のデータ見ても自分のアナリティクス見ても、まあこれは明らかだなと思うんで、もちろんね、一本あたりの動画がもう何万人とか何十万人に見られるような、多くの人の共感を呼ぶようなものができる天才は別ですけども、私たちは基本的に普通の人なんで、まあ質よりも量かなと思うんですよ。でも質ができる人は量を抑えてもいいと思いますけども、結局、量をやらないと、どれが当たるのかとか、何がいいのかっていう、質は取り出せないっていうのが、まあ、多くの方が感じてるとこじゃないかなと思うんでね。で、結論としては、継続するとほとんどの人は辞めていくんで、自分だけは残るっていう。このルートは、この8年間ずっと YouTube やってきてね、まあ、これ間違いないなと思ったんですよ。私が教わってた人も、今いないんですよ。辞めてるんですよ。継続しましょうとか言ってね、いなくなってるんですよ。なんで辞めちゃったんですか？やっぱりやっていく中で目に見えて結果が出ないことに焦燥感、焦りとかね、無駄ではないかなって思っちゃうんですよ。だからある意味思考停止しないといけないんですよ。もうバカみたいに作り続けるとか、なんか NG すら上げてしまうみたいなね。で、私はパンを食べたりラーメン食べてるとこまで上げてるんですよ。で、そっから商品売れるんですよ。なぜか。これはね、今まで何回も経験してきたんですけども、やっぱり人の共感を呼ぶか、うん、まあ、細かいことは分からないんですけども、その人が何かでつまずいてるときに、なんかね、あれ、久保さんラーメン食ってんの？みたいなところでホッとするみたいなね。あとは初めて見たときが、なんか、ウグイスパン食べてる動画を見たんですけど、これは一体何ですかっていうコメントが入ってて、いや、ウグイスパンが美味しいんだけども、中にウグイス入ってないですよね、みたいなことで、動画で返信したんですよ。一般公開動画で。そしたらものすごく感動してくれて、私のつまんないコメント取り上げてくれてありがとうございますみたいな感じで、すごく仲良くなってね、その後、私の運営してる速化塾に参加してくださって、はい、情報発信の素晴らしさとかに気づいていただいたんですよね。
まあ、ただ本当に継続できるかどうかっていうのはいろんな要因とか、あと励ましもあると思うんですよ。で、そこでね、ちょっとこう、今日の予定していた質問にはなかったんですけども、由美子さんにちょっと振り返ってもらいたいんですけども、多分ね、私がね、由美子さんを紹介する動画を上げた後に、何人かの方が由美子さんを知りもしない方が紹介してくれたと思うんですよね。はい、そうなんです。はい。で、私はね、自分の運営する速稼塾の中で、応援する人一人を見つけて、その人の応援動画作りましょうみたいなのをよくやるんですよ。だから今回別に指示出したわけじゃないですけども、あれ、また久保さんが誰か紹介しだした。よし、俺もやろうみたいな感じで、続いてくれた人がいたんだなと思ったらね、いや非常に嬉しいですし、それで由美子さんがね、誰か知らないけど私のことを紹介してくれたと思ったら、紹介してくれましたありがとう動画作りたくなるでしょ。はい。これがだから情報発信の連鎖で、私はどっちかっていうと、YouTube で出会った人の方が今多いんですよね。YouTube で出会って信頼関係作って、実際にお会いしたりね、何かいただいたりとか、こちらから送ったり、本当にお中元とかお歳暮って、YouTube を通じての方が主で9割ぐらいで、実際近所に住んでる人のお中元お歳暮とかあんまりなくって、会話もないんですよね。まさに YouTube の中で生きてるような、まあ、存在なんですよ。だからここに隠居って書いてますけども、YouTube では出まくってるというね。でも近所の人は、なんか全然家から出てこない、あの人は何なんだろうみたいな感じになってるかもしれないですね。はい。いやいや、すいません、ちょっと、横道それましたけども、はい、でもやっぱ応援されると嬉しいですよね。嬉しいです。はい。ですんで、私の、その速稼塾の、YouTube を、皆さんにね、お伝えしている、まあ、テーマでもあるんですけども、誰か応援しようぜ、みたいなね。応援は誰でもできるじゃん。そしたら応援された人ぐらいは見てくれるよ、みたいなところですよね。はい。ではね、次の質問にさせてもらいますけども、今回、この今回のね、ズームライブ、参加していただきましたけども、このいきさつとかね、まあ私との出会いとかきっかけなどをちょっと思い出して、さっきと被る面があるかもしれませんけども、お話しいただいてよろしいでしょうか。あ、はい。エントランスっていう起業家とか、プロアスリートの方が入ってるコミュニティに入っていまして、そこで久保さんの YouTube の講座を受けたのが出会いです。そして、久保さんの動画で、なんか風俗のアイドルの方とのお話がすごい共感できて、そこにコメントを書いて、そっからですよね。はい。あのお話なんかすごい良かったんです。はい。今だから話せるかなっていうところだったんですけども、まあ当時はね、私あまり女性関係が上手じゃないというか、ちょっとだらしなかったんですけども、まあ40を境に出会った人がいて、今の奥さんなんですけどもね、あ、もう今までの自分とは違う自分を送っていこうっていう形で、まあ仕事も、それからお金に関しても、女性関係とかにしても、まあ一本筋を通したかなっていう転機が訪れたんですよね。で、そっからの話だったんで、今、町を離れて、田舎の方で暮らしてますけども、なんか、ああ、こういうことあったなって思い出した時に、ついつい YouTube で喋りたくなっちゃったんですよね。でも、振り返ってもね、当時は当時で、やっぱり、あ、自分なりに純粋だったんだなって気は してます、今。あんまりモテる人生ではなかったんですけども、振り返ってみると、いろんな女性に励まされてきたなとかね。いろんな女性に、こう、支えられてきたなとかね。まあ、生まれたばかりの時は、まあ、母に支えられたり、おばあちゃんに支えられてきたり。それから、やっぱりこう、思春期はね、言葉を交わしたこともないような憧れのクラスの女の子とかに、なんとなくイメージを勝手に持って、女性にモテるってどうすればいいのかなとか、うん、不器用ながら考えちゃったりしたところがね、あったかなと思うんですよ。多分そういうのを皆さんにも、ね、昭和生まれの皆さんも共感してくださると思うんですけどね。これはまた別の時に皆さんとお話したいと思います。すいません、聞いていただきまして。なんか、いろいろとインタビューしてるつもりなんですけど、私が喋ってしまいました。すいません。じゃあ、恥ずかしいんで、ちょっと次行きますからね。動画聞いていただきまして、ありがとうございます。ね、はい。まあ、由美子さんは、美容とか健康について、テーマ発信をよくされてると思うんですけども、こちらの方は何かきっかけがあったんです？病気をされたとか、なんか健康の大切さにどっかで気づいたとか、ちょっとその辺お願いします。はい。私、冷えと便秘がずっとすごかったんですよ。うん。で若い時からずっと薄着してたんですね。で、
あのね、あなたね、そんな薄着してたら、年取ってから出る、何か出るわよって言われて、でも、なんてか、何が出るとは言われなかったんですけど、結構言われたんですよ。うん、そしたら、2014年ぐらいから、子宮筋腫っていうお腹にできるコブみたいのが、もうスイカみたいに大きくなってきたんですよ。へぇ。それで、手術とか好きじゃないので、なんとか自然療法で治そうと思って、はい、それでいろんなことを試したんですよ。うんうんうん、そしたら自然療法にすごい詳しくなって、はい、プラス、なんかそしたら全部若返りに効いたみたいで、はい、あんまり年取らないことになって、うん、で、健康でいるっていうのは、冷えと便秘と体の硬さと運動不足とストレスと悪い食事と悪い睡眠がなくなったら健康でいられるんだなっていうことに気づいちゃったので、はい、それもみんなに絶対教えたいなと思って、うんうん、それで発信するようになったんですけど。ああ、じゃあ5、6年前にそういったきっかけがあって、よし健康だと思ったわけですよね。はい、なんかその前からヨガやってて、はい、アロマとかそういう自然療法も大好きだったんですけど、うん、もう切羽詰まってるじゃないですか、手術したくないから、はい、めちゃめちゃ一生懸命になって、はい、それで変わったんです。うん、確かに自分の健康がもう圧倒的に脅かされると、今まで続かなかったことも続いたりとか、はい、今まで否定していたこともね、すがるような思いで受け入れてみたりとか、転機って訪れると思うんですけども、実はその時は相当びっくりしたんですよね。はい。いや、どんどん大きくなったから、もう本当にどうしようと思って。うん。まあ、もう切ったら15センチぐらい切らないといけないので、ああ。そしたら、筋肉も切れちゃうので、はい。ヨガで骨盤底筋っていうインナーマッスルを使ってるんですけど、はい、それができるのに10年以上かかったんですよ。だからまた切っちゃうとやり直しになっちゃうし、はい、そこが使えなかったらもうヨガじゃないんですよ。はいはいはい。でもかもね、絶対で腹腔鏡とかで手術したとしても結局中をチョキチョキするので、はい、まあ、ダメ、やっぱり筋肉が切れちゃうので。そうですね、もう本当それでも絶対自分で直すと思って。いや、一大事だったんですけども、まあそれがね、まあ1年通じて治っちゃったというか、その心配はもうなくなったんです。いや、まだあるんですけど、気をつけてると全然大丈夫なので。はい、そう。そういうこともあるんです。ヨガ講師の方はかなり長い間されていたんです。2007年からやってます。うん。でも、もう今はポーズ、普通のなんとかのポーズとかいうのは全く教えてなくて、はい。独自の姿勢を直すみたいな感じですけど。はい、なんかこう独特の呼吸法とかあるんですか？独特な呼吸法はいくつもあるんですけど、うんうん、それが呼吸って体ができてないと呼吸法までたどり着かないんですよ。へー。息を吐き切るっていうのも、お腹の奥の方の腹横筋って筋肉が使えないと息を吐き切れないし、うん、はい、横隔膜の上げ下げなので、横隔膜が硬くても息が吐ききれないし、あと肋骨が固まっちゃっててもダメなんですよね。なのですぐに呼吸法に行けないので、はい、体を作るっていうことからしてるんですけど、あ、でも最近は腹式呼吸はやめて胸式呼吸にしていて、はいはい、こっちに入れるんですけど、うん、胸式呼吸の方が痩せるんですよね。痩せるのと、息をいっぱい吸うのに適していて、うん、なんか、オンな感じです。うん、活動するときは呼吸、息がいっぱい必要じゃないですか。はい、でリラックスするときは、たくさん吐くと、副交感神経が豊かになるので、そうするときは腹式呼吸にして、はい、うん、昼間はもう胸式呼吸にしてます。じゃあ、
呼吸一つとってもかなり極めてらっしゃるように聞こえましたけども、その呼吸にたどり着くまでも割とトレーニングがあるわけなんですね。はい、あの胸式呼吸一つでも、うん、こう肋骨を広げない胸式呼吸もあるし、はい、肋骨を広げる胸式呼吸もあるし、うん、すごいですね。もうお腹いっぱいになりそうですけども、これもまた、おいおい、時間をかけて、呼吸のテーマの時にね、また、はい、大好きなんです、こういうの。いや、いいですね。よかったですよ、一緒にズームライブで。でも、カンフーとかでも、カンフーの呼吸ってどういうのなんですか？カンフーの呼吸はね、私、教わってるわけではないんですけども、空手の時の呼吸をそのまま使ってるんで、はい、腹式呼吸と胸式呼吸、両方使うんですよ。あ、で、技によって、まあ、大体こう、技を出すときね、息を吐いたときに、蹴りとか出すんです、はい。体の激しい動きとか速い動きっていうのは、息を吐かないとできないんですよね。はい。まあ、ですんで、その呼吸法っていうのは、まあ、その、手組みによって変えていかないといけないんで、呼吸と同時に技を覚える感じなんですよ。それをそのまんま、オリジナルでカンフーに応用してるんですけども、私の場合はカンフーは、カンフー映画で憧れてただけなんで、指導者がいないんですよね。YouTube 見ながらやるんですけども、呼吸法までは分かりませんので、もしかしたら間違えてるかもしれないんですよ。まあ、ですんで、これね、機会を見つけて、ご紹介いただいた、カンフーの先生のところにお伺いしようかなと思ってるんですけども、なんと群馬なんですよ。はぁ。カンフーなんて変なことやってる人あんまりいないんでね。はい。まあ、ですんで、これからね、まず自分でやってみて、で、自分でやったのをこうチェックしてもらって、指導を受けるみたいなことで、まあ、いろんな形のものをやってね、どれが一番近いのかっていう感じで、まあ、言っていきなりゼロからね、教えてくださいってんじゃなくて、自分なりにやってきたんですけども、どうでしょうかみたいな形で、まあ、ぶつかっていこうかなと思うんですよ。はい。まあ、おかげさまでね、今はそうやって好きなことに打ち込めるんで、こういうこと考えられますけども、私もね、多くの今日ご参加いただいている方もそうだと思いますけども、大体その、20代はともかく、30代、40代って、自分のために時間を使うことってものすごく難しくって、まず生活を成り立たせないといけないし、まずミスの、なんですかね、取り返し、埋め合わせをしないといけないしって感じで、気がついたらこの年になってみたいなことなんで、うん、だから本当に今、このね、体力衰え始めて、まともな運動なんてしばらくしてなかったところに、まあ何らかのね、健康法ですとか、まあ美容とか若さとか、もっと言えばね、体動かなかったんで、全然、ジョギングすら足首が痛くなってできなかったところからなんで、本当に似たようなね、思いされてる方も多いと思うんですよ。なんか腕立て伏せとか、腹筋しようかなと思ったら、ビキッとなっちゃって、ああ、やるんじゃなかったみたいなね。もしくはそうなりそうで怖くって、やりたい運動がなかなかできないと。で、今日、ゆみこさんに、ね、きっかけいただいて、もしかしたらものすごくね、柔らかいところから、スタートできるのかなっていう期待もあると思うんで、今日来てくださってる方もいると思いますし、私の場合もそういう方向をね、ちょっと探っていたところだったんで、非常にいいご縁でした。私といえばね、トレーニングはね、もう辛く苦しく厳しいものしかやってこなかったんで、途中でね、故障して過ぎ去っていく人も、まあ、結構いましたんでね。本当にね、なんですかね、腹筋運動とかありますよね。寝そべって頭にこうやって腕組んで、はい、一旦バッコやんの。あれで腰痛めて何人も退場してって。あ、だからこれはなんか昔の根性論は、うさぎ跳びとかもそうですけども、はい、やっぱり良くなかったんだろうなって気はしましたね。だから今そういう人は体が結構前かがみになってて、お腹が縮んでる状態なので、はい、このじったんばったんよりも、はい、反る腹筋っていうのが流行っていて、ほうほう、それが楽でいいです。ああ、そうなんですか。はい。ああ、そういうこともまたね、教えていただければと思います。私のやってるのはめっちゃ楽です。さっきのケトルより楽です。はい。ケトルより、なんか股関節パタパタとか、はい、あとはこういうのとか、こういうので、体をいっぱいほぐすっていうのをやってるので、はい、めっちゃ気持ちよくて楽です。今のは一人でもできるんです？はい、一人で、この棒で、ほぐすんです。なんでほぐすかっていうと、最近の人って体がすごい縮んじゃってる状態なんですよ。はい。で、その縮みを伸ばしていくのに、体が硬かったら伸びないじゃないですか。はいはい。まず柔らかくするっていうために、
ほぐします。ほぐせばほぐすほど痩せるんです。あ、それはちょっとすぐやってみたいですね。今、あの、棒みたいなのは Amazon で売ってたりするんです。売ってます。タイガーテールです。タイガーテール。はい。ああ、タイガーテール、尻尾。そうなんです。タイガーテールと、あれですね。ケトル。ボールローラーです。うん、でも、あの、これもおすすめで、ビースティーボール。コンペイトーのお菓子じゃないですか、それは。はい。これ、顔にも使えるし。はい。これで足裏をほぐすのに一番いいです。はい、あ、なんか足裏良さそうですね。はい。これの上に立ってグリグリやったらいいんですけど、足裏で大地をうまく押せたら、50キロの人が押したら50キロ分跳ね返ってくるので、はい、それで、あの、スッて立てるんですけど、今の人は結構押せてないんですよ。はい、押せてないと縮まっていっちゃって、体の外側で立つ。っていう風になっちゃって、はい、押すのが大切なので、うん、そのためにこれを使って足裏の感覚を取り戻すんです。そのコンペイトーみたいなのは何て言うんです？ビースティーボールです。ビースティーボール。このランブルローラーっていうのがあるんですけど、いろいろ出てきましたね、はい、たくさんあるんです。これこの会社が出していて、はい、このちっちゃい版なんです。すごいです。なんか大きい方は、なんか昔食べたうまい棒っていうアイスみたいですね。これは、ハードを買ってしまって、はい、もう痛くてほとんど使ってないです。ミディアムにしないともう。なので、これはソフトにしました。あ、ソフトのコンペイトーがいいんですね。ビースティーボール。はい、ソフトでも激痛です。あ、でもなんか、それ気持ちよさそう、激痛ながら。やってみたいですね。いいです。この辺とかも。はい。由美子さんね、お話の途中で恐縮なんですけど、今ちょっとチャット見てると質問が早速入ってるんですよ。はい。あの、万年腰痛で悩んでいるそうなんですけども、はい、何かね、由美子さんが今お話できるいい方法、アドバイスできるとしたらどんなのがあるでしょうか。はい。腰痛の方は多分腹筋が弱いんですけれど、姿勢を変えたら治るんですけど、うん、姿勢が、横の姿勢を写真で撮って、携帯の機能でマークアップっていうのを iPhone だとやると縦に線が引けるんですね。あ、そんなあるんですね。で、あの、足首から耳のところまで線を引いて、はい、それがこっち姿勢矯正した後なんですけど、こんな感じで真ん中に来るといいんですよ。おー。でも、結構、今の人は、めちゃめちゃ前に行ってる人とかが多くて、ちょっとこれだと。で、それを自分で、あの、線を引いて、まっすぐになるようにっていう風にしてもらうのと、はい、ちょっと見えるかな？手をお腹に置いて、はい、立って、はい、下から、下をちらっと見て、はい、今手が見えない状態なんですけど、はい、これだったら手が見えるんですね、私。はい、この姿勢だと腰が痛くなるので、はい、こう見て手が見えないところに体を持っていく。うんうん。のと、足裏でしっかり大地を押すと跳ね返ってくるのでお腹が使えます。うんうん。もうこの手が結構やりやすいと思います。今の方も結構前に行っちゃうんですよね。へえ。ということは、その腰痛ってのは腹筋から来るところがあるから、今みたいなまっすぐ立つ訓練をしたらいいってことなんですね。はい。姿勢を変えると、あの、体の不調は治っていきます。おお、いいこと聞きましたね。これ、姿勢がすごく大事なんで、はい。まあ、いわゆるその、なんていうんですかね。テーブルに足乗っけたりとかする姿勢は良くないってことでいいんでしょうか。そう、座ってる時であれば座骨で大地を押して、はい、このまっすぐをキープします。あ、まさにヨガみたいな。はい、これが肩の上に耳が来るようになるので結構後ろなんですよ。はいはいはい。それが腰痛の人は結構ね、こう反ってたりとかしても腰痛になるので、ああ、いつでもこの肩の上に耳、うんうん、で、座骨で
大腸を押すとこの状態なんですけど、はい、椅子を押すと、押さないとこうなっちゃうんですよ。ああ、はいはい。これとこれが全然違って、うん、いつも押してるっていうのが大切です。うん、そうすると自然にお腹使います。うん、こう正しい姿勢をマスターすると、いろんな体の歪みがなくなっていって、痛みがこう消えていく、和らいでいくっていうふうな理解でいいですかね。はい、和らいでいったり、痩せたり、うん、あ、痩せたり、高くいられます。いいですね。そういうふうにやっていきたいな。ことしかないです。ということでございますんで、ちょっと姿勢を直すところから始めてみると、そんな無理なく効果が得れるかなってところですね。はい、まず、横の写真を撮ってみるのと、はい、手を当ててみて、お腹が見えるかどうか、ちょっとやってみてください。はあ、ね。ということは、もしかしたら、由美子さんのこのレッスンを受けると、そういうところもきちんと見てくれて、正しい指導を、もしかしたらリモートでもやってくれるかもしれないっていうことで期待しちゃっていいんですかね。あ、はい、オンラインでもできますので。おー、はい、皆さん耳寄りですね、これはね。ありがとうございます。ありがとう。今日はね、このライブなんで、この辺で、秘密のところは由美子さんにまた直接、皆さん連絡取ってみてくださいね。ところでね、私も48になって、もうあと数ヶ月ったら49になっちゃうんですよね。はい、私もです。はい、ですよね。だから50歳、恐ろしいですね、見えてくるのが。いや、なんか、多分私、70くらいになってもあんま変わんない自信があって、はいはい。奇跡の71歳、ジュンジュンさんってご存知ですか？あ、知らないです。デヴィ夫人みたいな。最近テレビにも出てるみたいで、うん、同じ事務所に属してるんです。会ったことはないんですけど、お、はいはい、その方71歳なのに、はい、51歳ぐらいにしか見えないんですよ。へえ。だから、ね、心がけ次第で保てるんだなってことに気づき。うん、はい。それは羨ましいじゃないですか。そうなんです。じゃあ、年齢に応じた、まあ、なんですか、老化を意識しなくても、いや、年はとっても若くいれるんだよっていう一つの希望とか自信になってきますね。はい。でもね、老いっていうのは、疲れかける年数って言われていて、うん、ええー、そうなんだ。はい、はい、で。それは精神的な疲れと肉体的な疲れなんですけど、はい。それがなかったら老いていかないんですよね。じゃあ人生に疲れちゃダメですね。人生ワクワクしないとダメです。ドキドキしてね、心拍数上がってますよ、私なんて。すごい。じゃあ、やっぱりこう、今日ね、いろいろお話しいただいてるエクササイズ、それからまだお話しいただけてないんですけども、こう、由美子さんと、まあ、関係をね、深めることによって教えていただけるようなエクササイズの中には、50代過ぎても、60代過ぎても、いや、70過ぎても大丈夫、青春真っ盛りだよみたいな秘訣がいろいろ隠されてるってことなんですね。はい。で、エクササイズなんですけども、ハードなものもあるかもしれませんけども、ソフトなものもたくさんご存知だと思います。はい。50代過ぎても全然大丈夫ってことですよね。全然できます。うん。よかったですね。はい。私のコミュニティでやってるね、ガチンコマッチョクラブってやつは、割と40代でやるときついんですよ。根性論でやってます。優しいやつしかやってないです。ああ、いいですね。なんか私、散々激しいヨガとか、はい、カポエーラまでやってたんですね。カポエーラまで。でもう、激しいのやりきって、なるべく動きたくないんですよ。はいはい。静かな動きが好きなので、全然辛くないです。はい、ああ、それはね、由美子さん、私がね、カンフーやってるにもちょっと通じるので、ちょっとお話しさせていただきたいんですけども、まあ、もともと私、空手であったりね、ボクシングだったり、まあ、格闘技だったんですよ。はい、でも、カンフーって、格闘技のジャンルには入るんですけども、でも、細かく言うと格闘技ではないんですよね。あれ、健康法なんですよ、太極拳みたいに。で、いろんな型をやることによって、それは攻撃に使ったり、防御に使うんじゃなくて、体のね、その、なんか正中線とか正中面っていうんですけど、あれを整えていってるんですよね。で、その形が美しくて、力強いんで、結果的に、その、格闘技たるね、武器とか防御にも使ってるってだけで、ね、なんで、本来は戦う術じゃないらしいんですよ。ですんで、カンフーの達人って、やっぱり年寄りが多いんですよ。なんか知んないけど。おじいちゃんむちゃくちゃ強いみたいな。で、全然力入れてないのに、若い屈強なね、それこそ、
プロレスラーみたいな人がどんどんやられちゃうみたいなね。なんかすごく円を上手に使うからそうなるんだよって言われて、私もこれからはね、あの直線的な、こう、パワーじゃなくて、なんかこう、穏やかな水が流れるようなね、そういうふうな強さとか、まあ精神の鍛錬とかを、こう目指したときに、あ、結構こう、東洋の神秘、カンフーいいんじゃないかなと思ってね、やらせていただいてるんですけども、だから私も一回りして、柔らかいものになんかね、近づいてきたなっていうところがね、まあ、由美子さんが考えてらっしゃる、やってらっしゃることとちょっと似てるのかなと思ったんですよ。もうやっぱりね。ムエタイもやってたことあるんですよ。ムエタイも。はい。でも、楽しかったんですけど、はい。あれはやっぱり年齢がいってきたらもうやりたくないです。ああ、そうですか。でも、年齢がいってきたら、絶対緩やかな運動の方が若くいれると思います。そうですね。確かに。心拍数上がりすぎちゃうと、活性酸素いっぱい出ちゃうし。うん、あ、そうそう。酸化しやすくなって、はい、うん、シワシワになっちゃうんですよね。はい。で、円運動ってすごくいいんですよね。はいはいはい。それはね。私、ヨガずっとすごいやってたとき、ヨガって男性が考えたから、縦の動きばっかりで、はい、男性性なんですよね。ああ、ヨガっていうのはそうなんですか。はい。で、女性は丸い動きなんですよ。うんうん、でも女性も男性も女性ホルモン、男性ホルモン両方出てるから、縦も丸もどっちもやった方がいいんですよね。はい、うんうん、だからなんか丸い動きってすごくいいなって思います。それ思いますよね。私もね、やっぱりね、はい、そのカンフーの本とかを読むわけなんですよ。まあ、円を常に意識して大地と一体化するみたいなね。まあ、なんかその昔のまあ、カンフーを編み出した方が地球が丸かったなんての知らないはずなのに、地球のように丸くいなさいっていうこともよく出てくるんですよ。いや、不思議だなと思いますね。当時、例えば1000年、2000年前って、多分地面が平らだから、そういうふうに考えられたはずなのに、書籍を読んでいったりとかね、古い文献見てると、まさに地球と同じ円なんだとかね、丸なんだって書いてあって、そこに呼吸を合わせるみたいなことが書いてあって、これなんか最近の人が後付けで書いたんじゃないのと思って、今で疑ってるんですけどね。まあ、でも不思議だなと思いました。とにかく円っていうのはすごく水のようにしなやかで、時には力強く、時には穏やかに相手の技を受け直したりとかね。で、痛いところがこう散らされていくっていうんですかね。うん。なんか、一部は全体である、全体は一部であるみたいな、こう、宗教的な概念も入ってきて、私すごく取り組みやすくってね。特に今言われたような、年齢を重ねていくと、だんだん柔らかいものがね、防御になったり、強さになったりするっていうところは、まあ、ヨガもそうなんだろうなっていうふうに気がしましたね。ヨガってどこで生まれたんでしたっけ？あ、インドです。ああ、なんか不思議なところですね、インドもね。私、まだ行ったことないんですけど。はい、ちょっと行ってみたいですね、インドもね。インド、すごい大きな国らしいですけども、私もインドは経験ないんですけども、なんか中国と並ぶ不思議なところだなと、たくさんの民族がいらっしゃってね。そこで、長年、培われたヨガですから、きっと、いろんな秘められたパワーをね、私たちに与えてくれるんではないかなと思いますけど、またなんか分かったことがあったら、ヨガのことも教えてください。はい。ヨガ面白いです。なんか面白いですか？こっから花火が上がったんですよ。え？火もつけてないのに。瞑想を長くしてると、はい、クータリーニっていうのが覚醒するんですけど、はい。それが6年前に引き上がって、こっから花火が上がって、はい、はい。だからそういう能力を開発するのが今は楽しいなと思って、なんかここにチャクラが開くって言いますけど、あんなこともあるんです？そのクンダリーニの覚醒はチャクラが開かないと起きないって言われていて、ここは第六感なので、直感なので、ここは開いてる方がいいんですよね、はい、なんかだんだん言うんです。地に足をつけてないで、こことかここが開いちゃうと、ちょっとおかしな人になるので、大地とつながってるのが一番大切なんです。ああ。多分、カンフーとすごいつながると思うんですけど。ああ、なんかもともとカンフーも、なんですかね、インドから伝えられたっていう人もいるんですよ。なんか三蔵法師じゃないですけどもね、天竺まで経文取りに行くみたいな物語、三蔵法師、西遊記ありましたけども、やっぱ中国といえどもインドが源流になってるっていうのはよく聞くんですよね。もしかしたら関係あるかもしれないですね。でも太極拳と
かも地球とつながることですもんね。あ、そうです、そうです。うん。なんかね。太極拳習ってたことあって、はい。雪の中ずっとこう立って、なんかあれあるじゃないですか、ずっと立ってるだけのポーズ。あ、やります、あります。はい、1時間 やって、あの、最後にお金が払えなくて、手が近づかんで、はい、先生はお金取ってくださいって言って。あ、そんなこともされてた。そんなこともあったんですけど。うん、まあ、いろいろなご経験されてると思いますけども、あのね、今日もう一個聞いてみたかったのが、はい、お酒なんですよ。はい。明るい断酒みたいなところどっか書いてありましたけども、はい、由美子さん自身はお酒をよく飲まれているんです。飲まれていたんです。じゃあ私本当にアルコール依存になって、はい。朝とか、もう、鬱がひどくなるので、うん、鬱をごまかすために朝とか昼とかも飲んで、うん、これでは人生を台無しにするなとか、あとはもう、アルコール依存だと50代前半でお亡くなりになっちゃうんですよ。あ、なんとか不全とかになって、はい、うん、いや、もう私だからもうすぐ死ぬんだなとか思いつつもやめられなくて、うんうんうん、死んでもいいぐらいな感じで飲んでたんですけど、いや、もうやっぱそれはダメだなと思ってやめたんです。あ、今はもう飲まれてないってことです？はい、もう一生飲まないんです。ああ、そうなんですか。はい。まあ、お酒との付き合い方っていうのはね、いろんな場面で味方になったり敵になったりするものですけども、あの、ある方はね、今日のライブ放送にちょっとご質問いただいたのは、あの、お酒がやめられないそうなんですよ。でも、健康のためにもう全くね、ピタッとやめた方がいいんでしょうか。でも、こういう考えもあるそうなんですよ。適量と言いますかね、例えば晩酌一杯ぐらいで全てがうまくいくんだったら、そういうふうな付き合い方もあるんじゃないかなっていうふうな、ことだったんですけども、由美子さんから見るとお酒との距離ってのはどんな感じが、まあ人それぞれだと思うんですけどもね、どんな感じでお考えして、やっぱりゼロにした方がいいような感じですかね。あの、一杯でやめとこうって思ってやめれたり、うん、コントロールできるうちは全然依存じゃないので、うん、あ、で飲んでいいんです。うん。でも、アルコール依存っていうのは、はい、コントロールできなくなって、一杯飲むと、うん、もう永遠に飲んじゃうんですよ。そういう風になったら、もうやめるしかないんですけど、はいはい、そうじゃない人は全然飲んでいいんです。なるほどね。はい。楽しんだらいいし、はい。それはみんながやめたらいいとは思わないんです。うん。それは多分ね、この質問された方も安心されますよ。はい。なんかね、お酒をね、完全に断ち切って、もう苦痛の日々を送るんでしょうかって、ちょっと怯えてましたんでね。はい、大丈夫です。楽しんでる方はどんどん飲んでください。はい、今日参加している方の中でこういう質問をくださった方がいるんで安心してください。はい、酒との距離、なんかお酒が悪だからみんなやめた方がいいとか思ってるわけではないです。お酒大好きだったんで、はい、美味しいお酒楽しいですよね。そうですね、やっぱ、はい、お酒には明るい話題がつきものですからね。まあなんかね、振られた時に飲むお酒もなかなかおつなもんですけども、できれば楽しい時に楽しい方との飲めればなっていうところですね。はい。そうですね。なんか、乾杯っていうのも、なかなかいいもんですしね。はい。うん。最近はね、その、ノンアルコールドリンクも増えてみて、ノンアルコールのワインとかあるみたいですね。あ、すっごい美味しいノンアルコールのワインがあって、はい。なんかあの、ワインを作るブドウで作ってるブドウジュースっていうのがあって。はいはい。1本3000円ぐらいするブドウジュースなんです。おお、すごい。めっちゃ美味しいんです。うん。もうそれはなんか、また機会見て紹介してください。こんなのですか、はい、みたいな。それはイオンに売ってるんですか？それなんかね、アマゾンに売ってて。あ、はいはい。実際に六本木にノンアルコールバーっていうのがあって、そこで飲んで美味しくて調べたらアマゾンに売ってて、3000円オーバーかな、1000円とか、それぐらいだったかな、送ります、後で。ああ、ありがとうございます。はい、私からもじゃあ、送っていただいたら皆さんに紹介したいと思います。はい、まあ、楽しく飲める、ワインのようなジュースということですね。はい。はい、でね、まあ、いろんなエクササイズ、今日もお話に出てきましたけども、結局は1日2日でやめたら意味がないと思うんですよ。はい。お酒はね、飲みすぎると永遠と飲んじゃって、お酒の継続ってのは怖いものにつながると思いますけども、健康法っていうのは継続しないとね、それこそ何ヶ月とか何年っていうものだと思うんですよね。
でも肝心なことに多くの方が悩まれるので、エクササイズを習慣化できないってことなんですよね。で、今日聞いてみたいのは、継続が得意な由美子さんにね、エクササイズを習慣化するためのコツみたいなのがあったら、難しいと思うんですけども、こんなことはどうかなっていうね、ヒントをいくつかいただけたらと思うんですけども、いかがでしょうか。はい。皆さん歯磨くじゃないですか、絶対。はい。で、歯磨きしなかったら気持ち悪いですよね。そうですね。なので、そのエクササイズしなかったら気持ち悪いってとこに持ってったらよくて、うん、で、人間って3ヶ月続けたことは続けられるんですって。うんうん、なので、3ヶ月、とりあえずやってみようかなって続けてみて、うんうん、で、一生続けるとかその時は考えずに、はい、とりあえず3ヶ月続けようって言って、そしたら、3ヶ月続いたら歯磨きみたいになってやらないと気持ち悪いに絶対になっちゃうと思うんですよ。はいはいはい。試しにちょっと騙されたと思って3ヶ月だけ1日おきとかでもいいので、うんうんうん、やってみるといいかもしれないです。ああ、じゃあ3ヶ月は一つのポイントになるんで、はい、もうあらゆる手段を尽くして3ヶ月はちょっと根性を出すかもしれないけどやってみるとか、誰かと一緒にやってみるとかね。それこそ、由美子さんのエクササイズで話してやってみるとかもいいかなってことですよね。はい。3ヶ月が一つのポイントになるっていうのが、ものすごくね、なんか私も人生振り返って、なぜか3ヶ月しか続かない彼女ばっかりだったんですけど、これはなんで続かないんでしょうかね。なんか3ヶ月目に振られるみたいなね。あと一歩だったんですね、これはきっと。もうでもなんか3ヶ月で体の細胞って全部生まれ変わるって言われてますよね。はいはいはい。そんなことよく聞きます。はい。だからなんかやっぱりその波長が合わなかったんじゃないんですかね。まあ合わないかもしれないですね。私はなかなか。おかげさんで会う人が出てきたんで、本当に助かってますけど、はい、ありがとうございます。でね、今日、こうやってお時間過ごさせてもらいましたけども、もう私がね、いろいろ聞いてばっかりで、答えにくいこともあったと思うんで、ちょっとこれからですね、しばらく5分か10分ぐらいでもいいんですけども、由美子さん自由にね、今日来てくださった方に、まあ今日ね、まあ40分、45分ぐらいお話しされてますけども、今日のことでもいいですし、まあ自由にちょっとね、ご自身のこととかお話ししていただきたいなと思うんですけど、私だからちょっと黙ってますんで、終わりますって言ったら、私また出てきますんで、よろしいですかね、こんなので。はい、自由にって言われると難しくなったんですけど、なんかコメントとかはないですね。コメントはね、はい、香港に行くと早朝にたくさんの人が太極拳やってますね。ゆっくりの動きは共通していますねということで、先ほど私たちが話し合ってたことに、コメントしてくださったような感じですね。私香港住んでたことあるんです。どこにでも住んでますね、もう。香港の後、北京に行ったんですよ。でも、はい、香港、北京では太極拳はやらなくて。はいはい。友達が中国武術やってたんですけど。はい。北京体育大学っていうのが中国武術でめちゃめちゃ有名で。中国武術は見るのは超かっこよかったです。もう、そうですね。なんかその、生計を立てるために幼い頃からやってるグループもあって、演武で国中回ったりとかね。例のジャッキーチェンもその演武学校に入って、幼い頃にもう家がお金がなくって、そこに預けるしかなくって、両親はオーストラリアでコックをやっていて、一人残された自分が10年間そこにね、缶詰になって、非常に厳しい修行させられたらしいですね。で、おかげで今、還暦すぎても、なんかアクションスターでいるってみたいなね。だから本当、こう書いてます。今コメント書いてくださいましたけども、超人的なね、この中国武術、身につけることができるんで、さすがにあれですよね。まあいろんな戦争の歴史もあったんでしょうね。小さい国が、漢民族とかね、宋とか元とかいろんな国が入れ替わった中で、まあ鍛えられてきた武術ってのが現代に受け継がれてるのかなと思いますんで、まあ謎も多いんですけども、うん、まあ強さとかね、しなやかさとか、それから演舞って見てるだけで、一つの芸術みたいに美しいんですよ。達人がやると。すごいですよね。うん。だから多分ね、由美子さんもそれ見られて、うわ、すごいなと思われた今みたいな感想ってのは、うん、きっとその方がね、一生懸命やられたところもあるんですけども、まあ歴史が育んだ一つの芸術品に近いのかなと思いますよね。なんかヨガも似たようなルーツなんじゃないかなと思うんですよ。やっぱり長い間続くってことは、
時代に合わせていろんなアレンジもあったでしょうけども、まあ、根底にはそれをやると多分豊かで健康で楽しくってっていうところはどうしてもね抜けないと思うんですよ。苦痛っていうのは長くは続けられないんですけども、どっかにね喜びとか癒しとか励ましとかっていうのがあると続いていくんだろうなと思いますし、今日ゆみこさんがお話しいただいたことをね、結局なんか全てのエクササイズなり考え方っていうのは幸せに続いてるんじゃないかなと思うんですよね。でもないですかね、現代人は苦痛に耐えることを美徳としてる方もいまして、まあ、瞬間的な苦痛はあるにしてもね、苦痛を繰り返しても苦痛でしかないんでどっかでね、その柔らかさとかね、穏やかさとか、今日もよくテーマに出ましたけども、まあ、水とか縁のようにね、こう、しなやかにやっていくところにどっかでたどり着かないといけないのかなと思うんですよ。なかなかね、その、人生を春夏期、何、四季に例えると、夏の時期っていうのは、本当に燃え盛るばっかりで、受け止めることとかなかなかできなくて、とんがっちゃうもんですけども、やっぱりね、40代なり50代に近づくと、なんか考え方が変わるのもあるし、これからのことを考えたらね、できる無理とできない無理っていうのは明確に分かれていきますんでね、今日みたいな、エクササイズっていうのは、きっと私たちの年代にものすごくこれからやるのには長続きする上でも向いてるんじゃないかなと思うんですよ。で、中国にいらっしゃったこと、香港とかね、それから北京の方にいらっしゃった時っていうのは、なんか学習とか勉強に行ってたんですよ。いや、なんか40前にまた海外に行きたいなと思って、はい。なんか当時香港にハマったら、はい、香港で働いてる日本人の女性とお友達になって、ミックスして当時、はい。で、香港での働き方っていうのを教わって、はい。とりあえず由美子ちゃん3ヶ月いられるだけのお金を持ってきて、あ、3ヶ月。活動したらいいんだってすごいノウハウを教えてくれて、うん。それで飛び出し、はい、で向こうで仕事を探したりとか、いきなりヨガの講座受けて、はい、結局またヨガを教えたりとか、うん、してたんですけど、言葉の問題とかはどうしたんです？言葉はなんか英語だけで、英語はもう全然香港は通じて、北京は人数としてはすごいいるんですよ、はい、北京大学、清華大学の人話せるから、はいはい、で街中では通じないけど、なんかもうめっちゃサバイバル中国語で頑張り、あと漢字が読めるから、なんとなく、はい、教えるときは英語でよかったので。はいはいはい。そうかそうか。確かに、ゆみこさんは英語が堪能でいらっしゃるっていう側面もお持ちですよね。TOEIC だかトイフルだかとかが結構成績が良かったって聞いてますけども。いや、それがなんか、800何点で850より上って絶対行ったことがなくて、はい、もう私子供の時から英語が好きだった割には、はい、じゃあダメだなと思ってなんかその香港北京にいた時の友達ってみんなその英語が母国語じゃない友達も多くて、はい、みんなね TOEIC 950点以上で、はあはあ、ダメだな私と思ってるんですけど、いやー高いレベルで言われちゃうとあ、そんな感じだったんですね。はい、じゃあ香港なんてのも英語が完全に使われてますから、はい、困らなかったですよね。はい、香港は全然困らなかったです、うん、なんかさっき77歳の方からはい、これからできる武術的な健康法ありますかって来てますけど、武術的な健康法、うん、まあ、なんでしょうね。私は、武術と健康法を合わせるんだったら、太極拳が一番いいんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。太極拳でも、結構型があって難しいですよね。はいはい。私、太極拳はね、近くの公民館で、毎週月曜日やってるのはね、はい、何回か行ったんですけども、ものすごく緩やかなやつやってました。ただ、汗ぐっしょりかきます。私もなんか、今年の初めに太極拳の先生と、フェイスブックでつながって、東京に行くので、はいはい、ぜひ来てくださいって言って習いに行ったんですよ。はい。そしたら、型がもう難しくて。はいはい。でも、動きとしてはすごいいいですよね。はい。難しい方もあるんですけども、なんかね、その簡単なやつを3パターンとか4パターンぐらいの、本当短く済むやつを繰り返すみたいな感じでやると取り組みやすいらしいんですよ。それこそね、
立ち姿と、あとは片足とかね、あのぐらいをやるとかね。多分その辺から始められたらいいんじゃないですかね。いきなり難しいのは多分どちらにしてもできないと思いますんで。で、あとでもう一個質問来てるんですよ。私は体が非常に硬いので、先ほどのほぐし方を習慣にできるように、動画で教えていただきたいですってことはありますけども、これはおそらく由美子さんが、はい。動画ですでに出してるかなと。はい。はい、動画で、なんか最近、あと明日は3時からエクササイズ1時間のライブやるんですけど、YouTube で。はい。最近、由美子メソッド、はい、とそうじゃないっていうのを交互に出すようにして、由美子メソッドはこれでほぐした後に股関節パタパタと肩甲骨周りをほぐすのっていうのをやってるんですけど、はい、めっちゃ簡単です。体が柔らかくないとやっぱりいけないんですよね。硬いと筋肉がうまく使えなかったりとかするので、うん、特に股関節周りが柔らかい方がいいです。股関節と肩甲骨周りって連動してるので、股関節が、もう例えば、ここが、はい、股関節が硬かったら骨盤が後傾したりとか、はい、前傾したりとかすると、はい、で、骨盤が前傾したら肩甲骨もこうなるじゃないですか。はいはい、骨盤がこう後ろに倒れたらこうなって、はい、この姿勢だけどこうとかはありえないんですよね。で、その股関節が硬いと歩いてても肩甲骨周りがほぐれないから、うんうん、股関節をほぐしてあげると肩甲骨周りもほぐれてきます。じゃあまずは股関節を柔らかくするのがものすごく大事ってことですね。はい。そっから何か全てが始まるみたいなところですかね。はい。そうすると、股関節が動かないと、内臓の働きとかも悪くなってきちゃうんですよ。おっと、大事な今、メッセージですよ、皆さん。内臓、皆さん、まだ、もしかして、はい、たくさん食べるから太るとか思ってるかもしれないですけど、思ってます。内臓の働きが良かったり、筋肉がうまく使えたら、たくさん食べても太んないんです。お、なんか嬉しいな、それは。たくさん食べて内臓の働きを良くしたり筋肉をよく使える体にして代謝を上げてったらいいんです、うん、はいはい。じゃあその辺も明日の3時でしたっけ。はい。もういつも見るとだんだん股関節柔らかくなって肩甲骨柔らかくなってたくさん食べる食欲も湧いてくるしなのに太らない健康体お肌ツヤツヤピカピカみたいな感じですね。はい。皆さんチャンネル登録いいですかね。由美子さんのチャンネル登録して明日3時おやつを食べるんじゃなくてエクササイズの方をご覧ください。はい、お願いします。はい、太極拳やってみようと思いますみたいな感じでした。はい、太極拳のね動画が YouTube に結構あると思いますんでそれで自分にできそうなやつからやってみるといいと思いますよ。それこそ10秒とか20秒から始めてできるようだったら1分とか2分に挑戦してみるみたいな感じで、はい、最初はちょっとずつやった方がいいと思います。それから股関節と骨盤は完全に固まっていますっていうのは今日参加されてる方のほとんどが同じことを言ってると思います。はい。はい。大丈夫です。そういう方でも大丈夫ですよね。大丈夫です。そっからやるので。はい。むしろ固まってるからやるんですよ。固まってない人は別に由美子さんの講座を受けなくても大丈夫なんでね。みんな固まってると思うんで。最近の人はもう 9.9 割ぐらい固まってます。固まってます。はい。はい。じゃあ今日のね、由美子さんとのズームがちょっと救いになりましたね。山根さんもチャンネル登録します。そうですね。山根さんも登録してくださいね。なんかもう最近では小学校高学年でももう固まってきてるんです。なんで固まってるの。私の甥っ子6年生なんですけど5年生からもう猫背みたいになってきて、はいはい、そしたらみんなそうだって妹が言い出して、はいはい、あ、そうなんだ。相当やばいことになってます。皆さんもう幼い頃から固まってるそうなんでね多分10年後20年後の日本はみんなカチコチですよ。そうならないように私たちだけでも柔らかくやっていきましょう。はい、でちなみに由美子さんの YouTube のチャンネル登録ね URL 教えてくださいってことですけども、そうですね、まあ、由美子さんの動画を私の更新情報からもね皆さん毎日、流していくんでそこから登録していただいたりとかあとそうですねどういうふうに検索したら出やすいです。由美子さんのチャンネルは、はい、
明るい男子中って書いたら私しかヒットしないと思うんですけど。まあそのようですね。明るい男子中だからお酒を立っているよって意味の男子ですよね。はい。明るい男子中で検索してみてください。はい、URL もね、あの私折に触れて皆さんのところにこの全体更新でお伝えしますんで、気がついたらあ由美子さんのチャンネルこじゃんってことでクリックしていただければと思います。ね、よかったですよ。なんかファンがまた増えそうですね。まあ、ありがとうございます。でですね、時間も来ましたんで、最後に、お時間いただきたいんですけども、まあ、今回ね、最後のご挨拶、皆さんへのお礼と、あと、まあ、時間とね、希望者があれば、Q&A をもう1点ぐらいですか。はい、あそれから、由美子さんの、今、教えていただきましたけれども、動画の URL でもいいんですけども、まあ、メールとかがありましたらね、メールとか、Facebook だったら Facebook でもあるよとか、なんか連絡先がありましたら、ちょっと教えていただきたいと思いますけども、いかがでしょうか。あはい。Facebook ページ、あ、ここに書いたらいいんですか。あ、書いてもいいですよ。あ、それは助かります。あ、じゃあメールアドレスがいいですかね。はい。じゃあメールアドレス皆さん、書いていただきますんで、そこを通じてですね、直接連絡していただくなり、YouTube のチャンネルを教えていただくなりするとよろしいかと思います。あ、なんかこれ最初大文字になってますけど、小文字です。はい。ヒーリングヨガユーミーコアットマーク gmail.com ですね。はい。非常にわかりやすいメールアドレスなんで、ちょっと長いですけども。はい、すみません。大丈夫です。ここに書いてますね。コピペするだけですからね。はい、メールを送ってくださいね。お願いします。それから今日ね、いろいろお話いただきましたけども、今日いきなりはないかもしれませんけども、もう真面目にやってみたいと。由美子さんに個人レッスン受けてみたいとかっていうことがあったら、まあ多分ね、メールなどを通じてお申し込みがあると思うんですけども、はい、今日、由美子さん、どんな、カリキュラムなり、コースなり、まあ、コンテンツ、いわゆる商品ですね。どんなのをお持ちなのか、ちょっと紹介していただいて、今日はラストにしようかと思いますけども、今日紹介していただけるようなプログラムとか、レッスンとかあります？今は、1回ずつのレッスンと、施術しかやってないんですけど、うんうんうん、前は3ヶ月プログラムとかもやってたんですけど、今は1回ずつのです。うんでも、一回で結構変わっちゃうので、うん、で、その後は YouTube 見てもらったらできるかなと思います。うん、で、音叉の使い方とかも教えてるので、そういうのも知りたい方がいたら教えます。はい。音叉っていうね、キーワード出ましたけど、音叉っていうのがね、また特徴的で、これがすごく不思議なんですけども、今日ちょっとなんかポーンと鳴らしてもらってもいいですか？はい。これは 888Hz です。何に効くんでしょうか。これは意識を高めるのに最高に効きます、うん、これだと浄化なんです。あ、違いますねやっぱりね、はい、で、シンギングボールを前すごい使ってたんですけど、なんかチベットの修行僧みたいになっちゃいましたね、はい、これをいっぱい使いまくったら、はい、取り付いていたお化けが出ていっちゃう人とか、うん、邪気が出ていっちゃう人とかがいて危険だったんですよ。それで音叉にしたんですけど、うん、音叉は危険なことがないんですよ。整う感がすごくて、うん、はい、これを施術で使ってお化けが出ていった人とか、今どこ誰もいなくて、うんうんうん、これとかクリスタルボールとかだと結構皆さんそういう目に遭ってるみたいです。倍音がすごいのでこっちの方が、はい、ゴミがいっぱい出てっちゃう感じなんですよね。でこっちだと倍音が少ないので、うん、整ってくる感じです、うん、なるほどね。まあいろんな効果あると思いますけども、音叉っていうのは、まあ、収納場所には困りませんし、携帯もできるんで、さっきの大きな器よりは使い方がいいかなというところあります、はい。まあ、お化けが出るかどうかはね、興味がある人は、なんていう、お盆ですか？なんていうんですかね、器みたいなの。はい。修行僧みたいなやつを買ってもいいかなと思いますけども。由美子さん、私は毎晩 888kHz の音楽聴きながら睡眠とっていますということも。すごいですね。うん、この888フィーバーには何か
深い意味があるんでしょうかね。これはあの、うん、ジーザスクライ、イエスキリストの周波数って言われてて。まあ、すごいじゃないですか。あれ、コウジチャンネルさんって、あのコウジさんかな。あのコウジさんですよ。有名ですよ。あの、YouTube の人かな、はい。そうです。あ、ありがとうございます。感激ですね。なんかあの、受肉の最大限の周波数って言われてるんですよね。うん。これ以上の周波数だと肉体がなくなっちゃうっていう周波数だって言われてるんですけど。この888ってのは割と、まあ、貴重な周波数ってことですかね。多分これマドモアゼル愛さんの音叉なんですけど、はい、ここの会社しか出してないんじゃないかな。いやすごいですね。まあ音叉を持ってるというよりもその周波体の音楽を聞きながら睡眠取られてるってことなんで、あの、まあ、音叉自体はすごく手に入りにくいものということで、今、お話しいただきましたけども、音楽は、なんか探せばあるのかもしれないですね。あります。528Hz とか、いろいろあるんですよね、そういう。あ、でも888もあるんですね。はいはい。すごいです。ということでね、周波数によってどんな効果があるのか、そしてそれはどんな音楽によってもたらされるのかってことも、ゆみこさんからね、もうたくさん聞けると思いますんで、ぜひね、今日だけの関係に終わらせるんじゃなくて、今日から仲良くなっていただきたいと思います。まあ、いっぱい連絡が入ったらすみませんね、ゆみこさん。いやいや、ありがとうございます。はい。じゃあ、最後に、順番にご挨拶して、今日は終わりにしたいと思います。皆さん、本当どうもありがとうございました。遅くまでお付き合いいただきまして、13名の方が来てくださったのかなと思います。じゃあ、ゆみこさん、どうぞ皆さんに。はい、今日は皆さん、遅くまでありがとうございました。皆さんと一緒に股関節パタパタ頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしいですか？はい。はい。それでは皆さんお疲れ様でした。またね、ゆみこさんと一緒にライブをするときもあると思いますので、そのときまた集合してください。そしてそのときまでに股関節柔らかくしておいてくださいね。はい。じゃあ、ゆみこさん、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。皆さんもお疲れ様でした。どうもどうも、失礼します。失礼します。